マクレガーの報告に見える、ムシビディ文字の例、ムシビディ文字は、ナイジェリア南部で使われる、表意文字、または、シンボル体系。秘密結社専用に用いられる。ムシビディ文字は、ナイジェリアノイボ語、エフィク語、エコイ語など様々な言語を用いる社会で、用いられている。文字は入れ墨にしたり、壁に、チョークで書いたり、表端に、焼きごてで書いたりする。かつては布に刺繍することもあった。 文字は垂直、水平、斜めのいずれも方向にも書かれる。文字の数ははっきりしない。数千の文字があるというが、記録されているのは500余りである。ビディ文字の起源は明らかではないが、少なくとも数百年の歴史がある。一つの文字が複数の意味を表したり、逆に複数の文字が同じ意味を表したりする。ビディ文字の存在は1904年に、 C.D. Maxwell によって初めて外部に伝えられ、1905年に24文字が報告された。その後、1909年に J.K. マクレガーが98文字を、1911年に E. デラルが363文字を報告した。映画、ブラックパンサーに登場するワカンダの文字は、ミシビティ文字を元にしている。ありがとうございます。